ヤガチャガチャンネル。あ、他のプレイヤーが召喚できるみたいなこと？なるほどね、オンライン的な要素だ。でもまあ呼ばなくていいかね、別にチャレンジしてる状態だしね。じゃあまあこのとりあえず緑は呼ばずに奥側に進行していこうと思うんだけど、なんか羽の音みたいなの聞こえた？羽の音みたいなの聞こえてねえか？なんかあ、ちげえな、門番がいるだけか。うん、それならいいんだ。いてな、お前の声か今の。なんかふーんみたいな声聞こえたけど、お前の声か、合ってっか。待てよ、さてよいしょ、この先先に進めば通れるようになるぞ、先に進めば通れるようになるぞ。これ床もしかしてまた毒か、往年のやつか。で貴族のロートス、人だよね、人でいいんだよね。助けてくれ、どういうこった、下下がるでいいのか。よいしょ、とりあえずやってくが、なんだこのなんかクソ黙りみたいな。指輪を探せ、指輪を探せ。でもここの今沼歩いたけど問題なかったな、問題はなかったな。なんだあのふわふわ浮いてるクラゲみたいなやつ。とりあえずここのメッセージ読むべ。この先万族に注意しろ。万族ってなんだ。でもこのクラゲみたいな敵だよな多分な。爆発したわ。一回飯食っとこう。たげれはするんだよな。さて特に何も起こらない。あっと、でもこの敵の、あ、ポイズンだ、毒値上がってたんだやっぱり。まあ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 、ダークソウルほどきつい状態ではないから。こいつら上がってこれんの？そこにもよるよね判断。おっと、爆発したりもするんだ。危ない。おお、いや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 、でもこれ構ってたら終わんねえな。だから行く道上邪魔なやつはやってもいいかもしれないけど、全部やってる感じではなくねえか。なので覚悟決めてどっかに向かった方がいいと踏んだので、まずはこれ沈んだりはしない。大丈夫、大丈夫そうね。そうなるとまずはそこじゃないかしら、せっかく光ってんだから。再生者の指輪、さあまあまあ毒は後で治療すりゃいいや。で、あーあああ、なんだこれ。まあとりあえずミルドハンマーで、とりあえずは回復やつ、回復薬がっつりドーピングして、なんか吹き出たりとかもしてたな今な。さて指輪を探せって言葉があったからにはどっかに指輪あるんだろうけどな。さてこの先万族は、あ、さっきと一緒か。ってなるともう端っこの方まで。ただ怖いのが、あの昔で言う何、あの浅瀬深瀬みたいのないかなっていうのはちょっと不安ではあるけど、まあ探索し続けるしかないよね。さてお前は伝説の、伝説の戦士のソウル、あーだから伝説のっつったのね。結構至るところにあるにはあるな。いやーこれどれが行った方がいいとか良くないとか分かんないね。
わかんないね、全然。おっと。さて。よいしょ。ああ、暗月草は全回復だね。さすがにちょっとこれ食っていいな。めんどくせえし。で、三日月草。もう光を元に行くしかないもんね。折れた直剣。え、どうした？まあ、急に、あーみたいなこと言ったけど。あー、敵かよ、こいつ。唐突すぎんべよ。唐突すぎんべよ。あと、コローリングできねえのよ。ちょっと待って。とりあえず、一回ガード出して。はい。もうポイズンは最悪しょうがない。だ、縦切りをうまく打ってこいよ。ちょっと待てよ。いやいや、ガード値一発で削られすぎだろ。で、もう一回二回飯が食いたい。はい。で、それはガード。はい。どれぐらい入る？うわー、 HP1000 以上あるぞこいつ。しんどいな。あ、やべ、入っちゃった。毒があるから。うわー、めんどくせえ。ここ、あっちの崖際にもなんかあるんだよな。ここ通れねえもんな今。あー、あっち側に行ったらこの桟橋がかけられるのか。ってことはこっち側に行くのが正解なんじゃねえか。だから、よいしょ。もうここの毒化はしょうがないとして、こっち側のどっかにはしごがかかってるなりなんなりしない？もう毒はしょうがないよ。毒はしょうがないとて、道がねえかを探しましょうと。あー、特に壊れねえんだ。これどっか向こう側に行ける通路があれば、そこ壊せるんじゃない？あー、壊れないのか。またヒルだ。さて、帰りたい。わかる、帰りたい。で、伝承の勇者のソウル。まあ、とりあえず一回壁伝いに歩いてって、なんかないかを探すしかないよね。通れそうな場所、あ、くぼみ方だの。で、伝承の勇者のソウル。もうちょっと奥側に行っちまうとあれだよね、めんどくさい感じになりそうだよね。いっぱいあいつらいるもんね。まあでも一回この壁伝い、この壁伝いの上のところに開通できる通路があるのが目視できた以上、この壁伝いを調べていくか。さて、伝承の、勇者のソウル、これで終わりっぽいな。そうだね、これで終わりっぽいな。あの、吹き出てるのはもうちょっと怖い。変に当たったらダメージとか入っちゃったらどうしようと思ってるから。なんかでかいのいる。進撃の巨人みたいのいる。そんなすぐ来る？いや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 、ごめんごめんごめん、俺ガード忘れてたわ。ローリングできなきゃ死だよ。ここまで帰ってくんのめんどくさい。やだな。何かしらの進むきっかけが欲しいよね。ほどの画面も真っ暗だしさ、次どこに行ったらいいかっていうのが非常にここ分かりづらくてしんどい。見つかってんのかしんないけど、ちょっと動いてきたな。よいしょ。もやあった、もやあったし、なんならあった。ちょっと待ってよ、今あっち行かない方が良かったかもしんねえな。よいしょ。とりあえず一回もやの先行っちゃうべ。下からじゃねえな、おい。下からじゃなかったな。いやー、ごめんなさい、ガードができない。道見つけたのに。いやー、バリもできねえよ。これしんどいな。ここら辺かな。
から走ってよいしょ、おい、でここが走り抜けて、危ねえ、抜けた。で、あー、なんか新しい敵出てきた。お前ダークソウルの時にもいたやつじゃねえか。そんなつながりはいらんのよ。いて、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、大丈夫？びっくりした。はい、でもこいつダークソウルにもいたべ、近しいやつが。はいはい、で上上、真上ってこと？いい？そのまま行って。いや、あいつに捕まれるの超怖えな。だ、まあうまく測って、あー、これレバガチャでいいの？一回ダウン取られちゃうってだけの敵ってことでいいの？よいしょ、ちょっと邪魔。いや、これ落ちて大丈夫？大丈夫か？なんか元のマストバとこまで戻った方がいいとかあるのかな。ソウルの蛍光が白ければ、白かったんだよ、ムスッとの指輪。後で効果見ようかな。なんかこれね、祠みたいな感じに見えなくもないよね。で、あー、暗月層か。上から行くのが正解なのか、途中からでも行けるのか。まあでも一回道は戻った方が良さそうかな。戻れねえじゃん。上に帰るきっかけがパッと見見当たんねえぞ。別にこれも壊せるわけじゃないでしょ。下側から攻めるしかないってことでいいのかな。じゃあちょっとあっち側にそのまま向かってみるか。さあ、虫がいっぱいいるが、矢を試してみろ。矢を試せたら試したかったんだけどね、今って矢を持ってないのよ、残念なことにさ。さあ、なので一匹一匹やるしかないのよね。よいしょよいしょ、おい。で、苦しいです、評価してください、いいよ。で、まあ食っといて、助けてくれ。どこでどの話だ。あ、ここに橋があるのか。やばいな、草の数減ってきてんな。で、こんな微妙な、なに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 、カバみてえのいっけど、なんだこいつ。よいしょ、突っ込んでくるのは分かったわ。はい、吸い付き石のかけらか。で、まあまあ、これ危ねえ、見えてなかった。はい、倒してって、でまた段差を登ってメッセージ、諦めるな。でけえのいっぱいいるじゃん。アイテム取りたい、貴族のロードス、タイマンで行きたいな、タイマンで行きたいな。ここら辺で気づいてくんね。オッケーオッケーオッケー、おいでおいで。で、まずは一回縦に振っていただいて、そう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 、いやー HP 高えなおい。で、なに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 これ、おい、で、よいしょ、ローリングを担保しとかないと。なにこいつ、なにこいつ、あ、こいつが毒にしてたので、ってことはこいつ先に
やっとこうよ、めんどくせえし。あっと、いける。で、待てよ。いいか、足かけて。いや、見えてない。やっべ、ポイズンが、ポイズンが、ポイズンが、あー、マジで。もうここまでの来た根拠もないのに戻し作業になんの、しんどいな。一回帰るべ。さて、そこそこ戻ってきたかな。あそこまで逃げちゃった方が早いかもしんねえな、もしかして。行くか。なんか2体倒すのやっぱり大変な気がする。なのでもうここ突っ切って、突っ切って、よいしょ。何ここ、どこ。全然後ろからもついてきてるし、何の状態もなんか改善してないけど。え、地獄か、これ。すなわち地獄か。さあ、草があったけど。おい、来てんじゃん。うわ、ばばば、よいしょ、ばってローリングできねえ。え、マジで。人いない、人いない。助けるも何もお前が俺を助けると思ってさ、人いると思ったけど、お前。おい、あー、そっちは良くないかな。ほら、ちょっとぬかるみにはまったらもう終わりだ。ぬかるみにさえはまらなければこいつら一体一体やれる気がするんだけど、一回ぬかるみにはまっちゃうともうダメだな。沼地帯は攻略サイトの難易度マックスだった。とんでもないこと言うね。でも今各2拠点のボスまで行かなきゃいけないんでしょ、多分。他のところが行けない以上、進行方向はこっちだと思うのよね、あくまで。さーって、今んところ順調に上側に進めてるよ。今までになかった展開ちょっと来てるよ。今までになかった展開ちょっと来てるよ。左を見ろ、左、左を見ろ。なんもねえよ。左を見ろ、左。もう先進んでからってことかい。ああ、そこのホラー穴のこと。危ない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 、落ちないように、落ち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 。そこの左側に道っちゃあ道があるけど、道じゃねえっちゃ道じゃねえよな。特に何もねえし、まあ、あえて言うんだったらこのなんか汚ねえ穴はあるけど、これもしかしてなんか後で繋がったりする。やべね、やばい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 、ちょっと待てよ。このチャンス逃さぬべきよ、間違いなく逃さぬべきよ。薬草ゼリーだ。まずはカーンってさせてから、そうね、着実に行こう。おいおい、で頂上まで来たけども、え、ここで何かができなかったら登っていきたい意味全然なくない。降りて、だってこれ降りちゃったらさっきまでの道と何ら変わんねえぜ。まだそうか。で、これは美しい。どれが、どれが。で、これも関係ない。さあ、とりあえず一回食っといて、で、そこにあるから、危ねえ、
黒松。うわー、これで終わり？上から来れた意味。そんなもんか。そんなもんなのね。上のが取れたから良かったみたいな話か。じゃあここからは全部あとはもう順通りにやらなきゃいけないんだ。痛い。さあ魔法使いの子もいるでしょう。そこにできればな単体で処理していきたいんだけど、ダメですか？そうそう、おいでよ。そう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 、おいでおいで。そう、単体でやり合おうや。はい。で待てよ、とりあえずちゃんとした足場があるところまで移動する。どうした？よいしょ。にらめっこだよ。おい、ちょっと待てよ、陸地の理解が。おい、一回振らせてから飯食いてえな。おい、やばい、こっちはやっべえ。もう、マジで？きつない？普通に、普通にきつくない？